ソフトバンク戦力外選手は宝の山。2023年のレギュラーシーズンを3位で終え、クライマックスシリーズで敗退したソフトバンク。開幕前は大型補強を敢行し、連覇中のオリックスと共に優勝候補に挙げられていました。しかし、不本意な成績に終わると、クライマックスシリーズ翌日には藤本博史監督が解任。さらに立て続けに森唯斗らかつての主力たちに戦力外通告が言い渡されます。他球団から見ると豪華なソフトバンクの戦力外選手たち。戦力外を受けた選手たちの行方はどうなるのでしょうか。森唯斗。森は新人時代の2014年から58試合に登板し、4勝1敗20ホールド、防御率 2.33 の好成績を残します。その後も2017年まで勝ちパターンの一角として50試合以上に登板した森は、2018年にクローザーに転向。すると、プロ野球新記録となる7試合連続セーブを達成するなど、好調を維持します。最終的に66試合で2勝4敗6ホールド37セーブ、防御率 2.79 を記録し、最多セーブのタイトルを獲得しました。さらに日本シリーズでは、シリーズタイ記録となる3セーブを挙げて、日本シリーズ優秀選手賞を受賞しています。その後も森は2020年まで50試合以上登板を続け、2018年から2020年は3年連続30セーブ以上を挙げるなど、パリーグを代表するクローザーとなりました。しかし、2021年に左肘の手術で長期離脱すると、プロ入り後最少となる30登板でシーズンを終えます。2022年の終盤からは先発に転向しましたが、2023年は6先発で2勝3敗、防御率 4.60 と結果を残せず、戦力外通告を受けました。先発転向後、結果を残せていない森ですが、10年間で通算470試合、127セーブと実績は抜群。また、2023年は2軍では12試合で5勝5敗、防御率 1.54 と安定していました。そんな森の獲得調査に動いたのは横浜。横浜は今永翔太、トレバー・バウアーの両先発が移籍する可能性があり、投手陣の補強は急務です。また、ドラフトでは渡来隆起を獲得するなど、野手の強化を図りました。そのため、戦力外の選手やトレードで選手補強を行う可能性が高く、先発、中継ぎ可能な森は最大の補強ポイントとなるでしょう。もともとセリーグはパワーピッチャーに弱いと言われてきました。森がセリーグに移籍し、かつての球威のあるストレートを取り戻せば、もう一花咲かせられるかもしれません。加山真也。加山は主に中継ぎとして活躍した左腕です。2年目の2013年に40試合で3勝1敗4ホールド、防御率 2.32 と頭角を現すと、2014年も32試合に登板。その後は出番が減りましたが、森福正彦が巨人に移籍した2017年にチャンスをものにし、58試合で2勝0敗14ホールド、防御率 2.76 の好成績を残しました。2022年まで6年連続50試合以上を記録した加山は、主に左のワンポイントリリーフとして、チームのリーグ優勝や日本一に貢献しています。特に2022年は56試合で28ホールド、防御率 0.99 と圧巻の投球を見せました。しかし、2023年は成績が振るわず、3度の2軍落ちを経験。クライマックスシリーズでも重要な場面で失点するなど、役割を果たせません。23試合で防御率 5.25 と成績を残せなかった加山は、シーズンオフに戦力外通告を受けます。そんな加山ですが、戦力外通告後のインタビューで、悔しいというか、まだまだ投げられるし、投げたいし、僕の今までの経験を見て、拾ってくれる球団はあるかなと思っています。と、現役続行に意欲を見せました。2024年11月に35歳を迎え、ベテランの域に入りますが、
こういう世界なので、しっかり受け止めて、切り替えて、次に向けて頑張るしかないと思います。と、気持ちは前を向いています。加山を欲しいと思う球団として考えられるのは、慢性的な左腕不足に悩まされる中日。中日は斉藤光輝をトレードで獲得し、左腕不足が少し解消されましたが、斉藤に続く左腕はいない状況です。他には12球団ワーストの中継ぎ防御率 3.83 の巨人。巨人はかつて楽天から高梨雄平をトレードで獲得し、高梨は移籍後4年連続で40試合以上に登板しています。楽天時代終盤の高梨はランナーを出すことが多く、登板機会が減っていました。しかし、巨人移籍後は大活躍。パリーグからセリーグへ活躍の場を移せば、加山は再び活躍できるかもしれません。上林誠二。上林は類まれな身体能力を誇る俊足強肩の外野手です。上林がブレイクしたのは4年目の2017年。開幕スタメンを勝ち取った上林はオールスターにも出場し、初めて規定打席に到達すると134試合で打率2割6分13本塁打51打点の好成績を残しました。さらにライトの守備では捕殺数10で12球団トップ、年間失策数0と抜群の成績を残し、守備全般での貢献度を示す UZR で 9.1 と12球団トップになります。さらに2018年には全試合出場を果たすと、打率2割7分22本塁打62打点と前年より成績を伸ばし、UZR は 14.0 を記録しました。そして柳田の後継者としての期待が高まる中迎えた2019年でしたが、4月に支給を受け、右手薬指の剥離骨折で離脱。復帰後も調子を崩し、99試合で打率1割9分4厘と成績を落としました。2020年以降も打率が1割台と低迷し、出場機会を減らすと、2022年には右アキレス腱断裂の大怪我を負い、2023年に戦力外通告を受けます。そんな上林ですが、昨年大怪我をしまして、頭ではこう動きたいけど動いてくれないというのがずっとでした。でも10月に入ってからは徐々に良くなってきた。来年どうなるかわからないですけど自信はあります。と前を向きました。他球団の首脳陣からは、トリプルスリーを狙える逸材だと思っていました。故障はあったが、環境を変えれば復活できる可能性はあるでしょう、と期待を込められています。そんな上林獲得を噂されるのが西武。同じ打席数をリーグの平均的な打者が打つ場合に比べて、どれだけチームの得点を増減させたかを示す WRAA は、ライトがマイナス 10.7、センターがマイナス 19.0 となっており、西武は外野手に苦しんでいました。上林は2018年の WRAA が 11.1 と全体の7番目であったことから、全盛期の力に期待を込めて獲得する可能性があります。また、上林が埼玉県出身ということもあり、最有力は地元の西武になるでしょう。椎野新太。椎野は2017年にプロ入りした速球派の右腕です。椎野は2年目の2019年に36試合で5勝2敗6ホールド、防御率 3.13 の成績を残しました。しかし、2020年は右肩痛で12試合の登板に終わると、2021年は1軍登板なしに終わります。2022年以降も15試合前後の登板数でシーズンを終え、戦力外通告を受けました。椎野は戦力外後、戦力外はそれなりに覚悟はしていた。期待してくれていたファンには結果で返せず、申し訳なかったという気持ち。充実というか素晴らしい6年間。いろんな人に支えられた。プロ1勝もできたし、ホークス、グループ含めて感謝しかない。と、チームへの感謝を話しています。その上で、小久保監督になるので自分の中でもやってやるぞ、というのがあった。野球は大好きなので辞めるという選択肢は今のところない。
必要としてもらえるところがあるなら行きたいと現役続行を表明しました。そんな椎野の獲得先として候補に上がるのは巨人。巨人は2023年中継ぎに苦労しており、そんな中でも鍵谷陽平、田中豊樹、三上智也といった中継ぎ右腕を放出しました。2024年に29歳になる椎野ですが、老け込む年齢ではなく、ベテラン右腕を多く放出した巨人が獲得する可能性は十分あります。また、他に候補として上がるのはヤクルトでしょうか。2023年のヤクルトは、ここ数年勝ちパターンを支えた清水昇が優勝したシーズンより成績を落とすなど、金属疲労が出ています。清水ら数年活躍してきた選手たちの負担を減らす意味でも、椎野を獲得し、中継ぎ陣の一角で起用する可能性はあるかもしれません。増田周。増田は内外野守れるユーティリティープレイヤーで、広角に打ち分けられる打撃が魅力の選手です。高卒2年目の2019年に一軍初出場を果たすと、2022年は15試合、2023年は35試合と出場機会を増やしていました。しかし、2023年に突然の戦力外通告。この戦力外通告には、小久保裕紀新監督も衝撃を受けたようで、元気のいいタイプだったんでね。でも、この世界はいつかそういう日が来る、と、増田についてコメントしました。また、フェニックスリーグ開幕前には、柊の方が野球はうまいよ。あの時に、こうしとけばよかったっていう思いだけはしないように、日々を送れ、と、増田を引き合いに出して、選手たちに檄を飛ばしています。増田は打撃や走塁、守備、投球を総合的に評価して貢献度を表す指標 WAR が 3.6 で、200打席以上の野手ではウェスタンリーグでトップでした。また UZR でも2軍全ポジションでトップの 13.7。 増田は性格も明るく、担当スカウトの荒金久男から、あの元気はダイヤモンドの中で生きる、内川誠一や松田信弘の姿を見て学んで、ファンにも愛される選手になってほしい、と評され、松田の熱男ならぬ、マスオパフォーマンスでチームを盛り上げていました。そんな増田の移籍先として挙げられるのが楽天です。浅村秀人以外の右の強打者不足に悩まされている楽天にとって、増田は補強ポイントに合致します。また、楽天には増田の高校時代の先輩で、兄のように慕う藤平翔馬がおり、藤平の存在が移籍を後押しするかもしれません。他にも強打者の欲しい中日も獲得に手を挙げる可能性があります。2024年に25歳となる増田には多くの球団が注目するでしょう。注目の選手が多いソフトバンクの戦力外選手たち。オフシーズンの動向に目が離せません。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントを押していただけると、明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。